誰を交換するのが正解なんですかね。まあ一応持ってないキャラのファスカを交換しようかなと思います。はいどうも、今日はこのファスカを使って、間違えた、今日はこの強化されたコンスタンスマギーを使って裏城に挑んでいきたいと思います。強化された点としてリーダースキルの倍率がちょっと上がったのと、昇格生で7コンボ強化がついた。はい、一応パーティーの編成内容としては、ファスカをリーダーにすることで76番面にして、あとはヘイストでスキルを貯めつつ変換、正月アルテミスとナデコを持ってないから一応こんな編成にしてるけど、正月アルテミスとナデコ持ってたら絶対もっと違う編成の方がいいと思います。多分他の YouTuber が動画出してるよね。よし、でここはひたすら耐久。OK、 あとはパズル教室でもできればこれ1回でマギ、はい OK ってことで、ここでマギーが溜まったからマギーを使ってリーダーチェンする。はいリーダーチェンで、一応空間も使っとこうか。空間のリーダースキルが防御で、ここでイズコからの、ナデコからのイズコ。これ大丈夫か？頼む、ちょっとこれ火力足りるか分かんなくなってきたな。あ、落ち込んだ。あれでもね、多分落ち込んなくても今ので抜けたんじゃないかな。今、あぶねえ、今追い打ち組み忘れてたわ。追い打ち組み忘れてても一応空間の防御スキルで耐えました。 OK で、ここでナデコ使って木を増やしてコンボで全体攻撃かな。こんな感じ？足りるか？ 10 コンボで火力がだいたい、微妙かな。でもまあ一応潜在でマシンキラー振ってるから、まあ、それなりにダメージを与えられるはず。ここで一応マギー使います。マギー使って、ここは木が欠損してるから木を取り出す。やっぱ正月アルテミスとナデコがサブにいないときつすぎる。マギーをリーダーにして組むのであれば、正月アルテミスとナデコは必須かもしれない、もしかしたら。でここはどうだ、闇で飛ばせるか分かんないな。ちょっととりあえず一応副属性の闇で頑張ってみよう。できれば副属性の闇で削りたい。ルーレットがうざいな。76のデメリットとしてルーレットがうざいってのはあるかもしれない。はい、OK。ポロネ使います。ポロネって、あとはコンボ。OK。で、ここで、ナデコを使いたいから、こいつでヘイスト。でも、これ次のターンで、次のターンにも攻撃力下げることしてくるやついるから、ここは普通に組むか。いや、悩むな。確か次のターンでもさ出てくるんだよね。まっすぐに組みます。多分垂れるっしょ。どうだ、空間使っとくべきだったかな。はい OK。 あ、別にナデコ使わなくて大丈夫だったね。次のターンでも確か攻撃力減少してくるやついたから、ここはナデコやっぱ使いません。自分のパーティーにナデコいないときついな。意外とサクサク進めるね。やっぱ76番面のいいとことして欠損が少ないっていうのがあるから、まあ割と
うん、いい感じに進めてますね。なでこ。で、ここで無効貫通を組む。どう組む？これ。これだよね。OK。で、こうか。OK。組めてる？いいね。よし。13、14、15、16、17、18。これで、おお、結構火力出てるね。今、マギーが乾燥してた。オッケーオッケー、いい感じに火力出るね。ここで一応トトにちょっとダメージ与えてからポロネ使います。よし、ポロネして、あ、失敗した。ヒドロップが足りないわ。まあいっか。ちょっとさっきからパズルとかいろいろガバいけど、まあ許してください。まあ、多分こんぐらいガバいパズルしても割とサクサク進めるから意外と強いね。うん、アルテミスとナデコなしでも意外と戦えてる。クソカス先制攻撃、コンボ強化あるし、やっぱ強いわ。木の2コンボと回復1コンボ組むだけで結構な火力出るから、うん、76マギー結構押していきたい。よし、ここは無効貫通を組むから一応木を集めます。あれ、ちょっと待って。ちょっと待てよ。ん？ちょっと待てよ。おかしいな。木が足りない。あ、やべ。あ。お。ま、マギー強いし、一応ナデコとアルテミスいなくても、なかなかに使えるので、よかったら使ってみてください。